皆さん、こんにちは。自動車からブレーキを離すと、スーッと前に出ていきますよね。その現象をクリープ現象と言います。当たり前のように進むけど意味は知らないという方や、仕組みを知らないという方も多いんではないでしょうか。今回はクリープ現象についてご紹介します。1. そもそもクリープ現象とは、クリープとは英語でゆっくり動くという意味があります。したがって自動車で言うクリープ現象とは、アクセルを踏んでいなくてもブレーキから足を離すと車両が動く現象のことを言います。この現象はオートマ車にのみ現れ、マニュアル車ではクリープ現象は起こりません。普段オートマ車に乗っている方は必ずと言っていいほどクリープ現象を体験していませんか？信号が青に変わってブレーキから足を離した時、渋滞で少しずつしか前進しない時など。2. クリープ現象の仕組みと速度。クリープ現象はオートマ車にのみ発生します。オートマ車のみに発生する理由は、オートマ車のトルクコンバーターは動力の伝達に液体を用いているからです。マニュアル車の動力伝達は機械式で行われているため、完全に切り離すことができますが、オートマ車では液体を用いているので完全に切り離すことができないわけです。わかりやすく言うと、オートマ車は停車時でも車を動かそうとする力が伝わっているということなんです。また、クリープ現象の速度はメーカーによって様々ですが、時速5から 9km 程度です。3. クリープ現象のメリット。クリープ現象のメリットが最も発揮されるのが駐車時です。アクセルを踏まなくても車が動くので、速度を出す必要のない駐車時にはブレーキ操作にのみ集中することができます。また、渋滞時には車が流れるたびにアクセルを踏む必要がなく、ブレーキを離すだけで発進するため疲労軽減にもつながりますね。4. デメリット。クリープ現象のデメリットは、注意を怠ると追突の恐れがある点です。アクセルを踏まなくても車が発進してしまうので、もしシフトが ER のままなのにパーキングに入れたと勘違いしてブレーキから足を離してしまうと、当然ですが車は動きます。もし近くに他の車や歩行者がいた場合、事故を起こしてしまう危険性があります。駐車時は必ずシフトがパーキングに入っていることを確認するようにしましょう。5. 便利だけど慎重に。私たちが車を運転していく中で、とても便利な機能だと思うのと同時に、きちんと理解していなければ大変危険なものであるということも分かっていただけたと思います。一歩間違うと大きな事故につながってしまうのが自動車というものです。機能や特性をしっかりと理解して楽しいカーライフにしましょう。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。